オリジナルダンスでは2位もわずかな点差で首位をキープしています。その差は 0.64 ポイント。逃げ切ることができるか。ドムニラ・シャバリ、曲はスパルタクス、最初のツイズル。少しズレが出ましたね。2人にとって初めての世界選手権の金メダルがかかっています。大きなプレッシャーとの戦いもあります。女性のドムニナが173センチ、男性のシャバリンが183センチと、リンクに立つだけで輝きを見せる超新カップルです。とてもダイナミックですよね。そうですね。男性が片足で女性をリフトします。ここからカーブリフト、男性がイーグルの姿勢から女性は逆さに手を離しています。男性のシャバリンは両方の膝合わせて4度にわたる手術を行っています。そんな怪我を乗り越えて2年ぶりの出場となりました世界選手権。パワーあふれるドムニラ・シャバリンの演技。さあ優しくドムニラの肩を抱きます。男性シャバリン、怪我に苦しめられながらもこの1年戦ってきました。2連覇を狙った今年のヨーロッパ選手権ではコンパルソリーダンスで後半シャバリンが転倒し5位スタート。翌日シャバリンの膝が悪化したために棄権しました。しかし本田さん、はい、ベルビン・アゴスト組、そしてこのドムニラ・シャバリン組は同じリニチュク・カルポノソフコーチの下で練習しています。
ですから普段の練習が世界選手権なんですよね。そうですね、やはりトップレベルの選手たちが毎日一緒に練習するということはお互いのレベルアップにもつながりますし、毎日の緊張感が保てますよね。2人の演技振り返ってみていかがですか。そうですね、本当に力強い演技だったと思います。このリフトはもう言葉を必要としないリフトですよね。そうですね、女性のポジション、そしてそこからのコンビネーションリフトですね。流れもスムーズでした。しかし一番最初のツイズルのところですね、やはりシンクロナイズツイズルのところで、はい、2回目の方ですね、足を変えて反対、逆回りになった時に少しタイミングがずれてしまいましたので、はい、これがどう点数につながるか、本当に横一線ですからね。もうわずか 0.64 ポイント差でこのフリーを迎えたわけですから、はい、どちらが優勝してもおかしくないわけなんですが、ドミニナ・シャバリン、このフリーダンスの演技、得点はどう出るでしょうか。さあドミニナ・シャバリン組、今回の優勝争いはリニシク・カルポノソフコーチのもと、このベルビン・アゴストとの同門対決となりました。さあこの2人フリーダンスはどうか、注目の得点です。得点が出ました。テクニカルエレメンツは 50.70、 プレゼンテーションスコアは 50.15、 フリーランス合計は 100.85、 シーズンベスト更新。ガッツポーズを踊りましたシャバリン。そしてコンパルソリーランス、オリジナルランスと合わせまして合計点は 206.30、 トップを守っています。